さあ、ランサルカイの三国展の動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は新武将の情報先取りということで、吉浦武将に追加されるリクソンについての、まあ、説明動画ということになるんですけどね。大方の予想通りでしたね。リクソンって言ったらね、5の上昇まで上り詰めた男ですから、星7武将になってないこと自体がおかしかったんでね、まあ、ここへ来て吉札で登場ということでね、期待が持てるんじゃないかなと思うんですけどね。で、今回の情報もですね、ツイッターでモジャティさんが、翻訳してくれている画像っていうのを引用させていただいております。どうもありがとうございます。もうモジャティさん言うたらJP でね、天部の情報を言うたら一番早いんじゃないですかね。なんで僕の動画がリリースされるだいぶ前からね、もうツイッターでは出回ってる情報ということになってるので、もしモジャティさんのね、最新の情報を知りたいという方はですね、概要欄にリンクの方を貼っておきますので、そちらの方から飛んでいただいてフォローしていただけるとですね、より早くこの情報っていうのをね、これからも発信してくれるんじゃないかなと思いますので、おすすめなんでぜひよろしくお願いします。そしたら能力の方を見ていきましょう。はい、神君リクソンという名前みたいですね。剣武将ということですね。結構弓武将じゃないのかという噂も出てたんですけども、最終的には剣武将に落ち着いたということみたいですね。いやー、弓武将が不遇ですよね。いつになったらこう弓武将が復権するのかなという気がするんですけどね。余炎霊とかね、文王とかが言うたらブイブイ言わせた時って言うたらですね、弓武将は結構優遇されてた時期なんじゃないかなと思うんですけども、今は全く優遇されてないということになってますね。で、受動スキル、発動間隔10秒ということでかなり早いですよね。で、歌舞伎忍者って読むんですかね。スキル発動により1組かっこ20発の下方剣を獲得し、自身に目標が近づくと自動的に発射される、かっこ武将優先ということになってますね。この下方剣っていうのを、まあ、スキル発動したら獲得っていうのはなんか、なんて言うたらいいんですかね、持っとくっていうことなんですかね。で、自身に目標が近づくとっていうのは武将が近づいてきたらっていうことですね。で、自動的に発射されるということで、これは面白いですよね。今までちょっとなかった感じの、まあ、武将ということになってますね。で、先陣力同様兵なんかでおそらくスキル空打ちさせられないということになりそうですね。これはちょっと鬱陶しいんじゃないかなと思いますし、逆に、まあ、攻める側で空打ちさせられるっていうことがあまりないのであれなんですけども、防衛でいても厄介な気がしますけどね。で、一発ごとに総攻撃力の X% のダメージを与えると言ってます、書いてますけども、総攻撃力っていうのはおそらく秒間攻撃力プラスアルファで、いろいろ補正がかかりますよね。で、補正がかかった数値、一発通常攻撃ダメージって言われるもんですかね、の X% のダメージを与えるということになってるんですけども、この X% がいくつになるかということで火力っていうのは全然変わってきそうな気がするんですけども、仮に旅網なんかだと基礎攻撃力が800なんですよね、の 1% っていうことやったら80ということになるので、で、かける20発ということになると1600ダメージで、後に説明するんですけども3組っていうことになると、4800ダメージということになるので、これはかなり少ない数字ということになりますよね。なんで総攻撃力、両方に補正がかかって一撃まあ2000ぐらい与えれるようになるんだったかなっていうぐらい強化はされるので、そこでまあ 1% だったとしてもですね、結構なダメージが見込めるんじゃないかなと思いますけどね。で、場に最大3つの下方剣をセットできとありますけども、フィールド上になんか下方剣を置いたりとかいうことじゃなくて、おそらく武将が溜め込む形になっていくんじゃないですかね。で、1組セットされていることに自身は X% ダメージ軽減が付与されるということになるんですけども、なんでこの言うたら剣を溜めれば溜めるほどこのリクソンが硬くなっていくということみたいですね。ここも X% ダメージ減がどのぐらいなのかっていうのがちょっとわからないんですけど、おそらく 10% ぐらいじゃないかなと思うんですけどね、10から20の間ぐらいだと思います。
で3組火砲剣がセットされた場合、次に発射される計60発はリアルダメージに変更されるということなんで、2組溜まっている状態、まあ計40発ですね、溜まっている時に武将が寄ってきて発動とかした場合は、この40発っていうのは一応ダメージ軽減とかの受けるということになるんですけども、60発溜まってたらダメージ軽減は無視できるということになりますので、かなりの火力がね予想されますよね。でここまで読む段階では施設にあんまりダメージが入る感じじゃないので、武将を殺す系のスキルなんじゃないかなと思うので、先行向きではないような気がしますけどね。まあここら辺も出てみんとわからんところなんですけどね。そしたら覚醒スキル等を見ていきたいと思います。ちょっと上の部分が見切れてるんですけど、こちらは店名になっております。尊権、長領、長飛、老子、君子老子ということで、全て星7武将ということになってますし、長飛以外は無双武将ということになってるんで、結構店名はきつめなのかなという気はするんですけども、最近の武将って結構店名がきつい部分があるんでね。で、ガリオ諸葛のように、吉札で取る星6武将みたいなのが店名になってないだけまだ優しいのかなという気がしますけどね。で、覚醒スキル人化なんたら、基礎攻撃射程が5に変化ということなんで、これ剣武将なんですけども、一応弓武将ぐらいの射程の攻撃になると、通常攻撃がねっていうことみたいですね。で、1回の通常攻撃ごとに2発弾が発射され、かっこ武将優先ということになるんですけど、これは1回の通常攻撃が2発の弾になるのか、1回の通常攻撃にプラスアルファ2発弾が飛び出すのかっていうところがちょっと分かりにくいかなというところなんですけども、なぜまあ通常攻撃自体にですね、何かを期待するという人は少ないんじゃないかなと思うので、結局まあこの発射される弾が向かう方向が一緒だったら、まあ構わないのかなという気はしますけどね。僕個人的にはなんかプラスアルファ2発弾が飛んでいきそうな気しますけどね。通常攻撃で近い施設を攻撃しつつで、武将優先とありますので、範囲に武将が入ってきたらその武将に向かって弾が飛んでいくという感じに見えるんですけどね。で、これが一応射程が5ということだという解釈をね、これを読んだ時はしましたけどね。で、連環マークがつくと、これはその2発弾が発射されというこの弾が当たると連環マークっていうのがつくみたいですね。で、持続 X 秒と、このマークがついた対象は X% の進化効果と、攻撃速度ダウン、かっこ建築物には無効が付与されるということになってますけども、この連環マークっていうのは施設にもつくんかなっていうのが、その建築物には無効ってわざわざ書いてるっていうことは、施設にもマークはつくけども建築物には無効ですよっていうことなのかなという気がしますけどね。で、ダメージ進化効果に関しては、建物には無効がつくのかつかないのかっていうのはこの文章では分かりにくいかなと思うんですけども、攻撃速度 X% ダウンというのは間違いなく建築物にも、建築物には無効ということが見て取れるんじゃないかなと思いますけどね。で、ダメージ進化効果っていったら、まあ、デバフ効果ということだと思うんで、まあ、分かりやすく言うと防御力が下がるということだと思うんですけども、一応天武にはね、防御力という概念はないと思ってますので、まあ、ダメージが食らいやすくなりますよということですね。この連環マークがつくとちょっと厄介かなというところですね。で、マークがついた対象が火砲剣の攻撃の優先対象になるということなんで、これは、まあ、確実にリクソンのスキルっていうのが、まあ、こうダメージがマックスで与えられるような状態に持っていってくれるっていうことだと思いますけどね。連環マークがついてるところを狙わんと違う武士を攻撃しだしたりしたら、おいおいおいってなりますもんね。なんでかなりこの言うたらさっき見ていただいたスキルのパーセンテージっていうのは低めに設定されてるかもしれないですよね。ダメージ進化効果まで与えられて、でさらにリアルダメージで入る60発溜まっている場合はということなんで、
そんな悪行が高かったりしたら武将をマジで即死してしまいかねないという気がするんでね、悪行は低めに設定されてるんじゃないかなと思いますけどね。そしたら突破スキル見ていきましょう。はい、突破1、秒間ダメ 5% 上昇ということですね。ここはまあいいかなと思います。で、突破2、5秒以内にダメージを受けたり与えたりしなかった場合、5秒ごとに X 発の下方剣を獲得し、1発発射ごとに X 値の体力を回復ということになってますね。で、この5秒以内にダメージを受けたり与えたりしなかった場合っていうのがあるのかなっていう気はするんですけどね。なんで武将からのダメージを受けたり武将にダメージを与えたりしなかった場合っていうふうに僕は解釈しました。こう、 うろうろしてる間に施設ってどうしても攻撃しちゃいますよね。で、5秒間施設を攻撃しないなんていうことはちょっと考えにくいので、おそらく武将に対してのことだなと思います。で、X 秒ごとに数発の、下方剣を獲得するということなんですけど、最初30秒ぐらい武将にかからないという状態だったらかなりの数の下方剣が獲得できますよね。で、さらに、3セットですね、スキル3回分60発分も溜まってるということになると思うので、60発以上下方剣が溜まっている状態があり得るということですね。で、1発発射ごとに X 値の体力回復とありますけども、これもね、この5秒間で溜まった下方剣プラスアルファスキルで溜まった3クエ60発ですね、これも全て体力回復に当てられるということであれば相当体力は回復するんじゃないかなと思いますけどね。ガレオ諸葛のように火のスキルで、スキル一発打ったら体力がかなり回復するみたいな仕様になってますけども、あれに近いぐらいは回復してくれるんじゃないかと思うんですけども、そのダメージを受けたり与えたりしなかった場合に溜まった下方剣に関してのみ、体力回復効果がつきますよということやったら回復値はあまり見込めないかなということになりますけども、おそらく僕は前者だと思いますけどね。全ての、この下方剣が力走の体力を回復してくれるんじゃないかというのが突破2のスキルということになってると解釈しております。で、突破3、リクソン自身の体力が X% まで低下したとき X 秒間先行状態になるということなんで、これはおそらく 30% ぐらいまで低下したときっていう感じじゃないんですかね。無双武将の諸葛亮みたいな仕様ですよね。で、さらに一組の下方剣を獲得する。おお、ということはまだ増えるか、80数発溜まる可能性があるっていうことなんですかね。マックス3組なんかな、どうなんだろう、ここら辺はちょっと出てみてくれんことには分かりませんけどね。で、リクソンからダメージを受けた武将が X 秒以内に死亡時即 X 発の下方剣を獲得、またここでも獲得するんですね。合計の K の本数がなんかこう考えうる一番こうええ方向に働いたとしたら100発ぐらい溜まることがあってもおかしくないなという気はするんですけどね。そうなったら、ギブ曹操とかでもひとたまりもないような気がするんですけども、こればっかりは出てみんとわからんというところですね。なんで X% という部分がまだはっきりと確定していないっていうことなんで、使える使えんという議論には至らんかなという気はするんですけども、スキルの概要っていうのはご理解いただけたんじゃないかなと思います。で、僕自身はサブで確実に取ります。なんで、いろいろこうリリースされた次の動画からですね、どんな感じでリクソンが動くのかっていうのはですね見てもらえるんじゃないかなと思うんですけども、まあ吉札で最新武将ということで弱いなんていうことは考えにくいので、最近の傾向としてね、吉札武将っていうのは最新で出たものって言ったら全て壊れ性能に近いというふうに考えられるので、って考えたらこれ相当強いんじゃないかなということが予想されますけどね。かなり面白い武将だと思います。今までにないタイプと言いますか、よくこんな仕様を考えたなというふうに思いますけどね。いろいろ頭使ってるんでしょうね。今まで通りの武将っていうことやったら何の面白みもない上に、
介護官になる部署が必ず出てきてしまうんでね、そうなってきたら前の部署も使えなくなるということで、いろんな部署を使えるのがね、このゲームの魅力だと思いますので、その結果、まあ、今まで見たことのないようなスキルの新部署が登場してきたということになると思うんですけどね、楽しみでしょうがないですけどね、月末ぐらいに出るんですかね。満を持してリクソンということもありますので、ガレオ諸葛に匹敵するぐらいの強さになるんじゃないかなっていうのは予想してますけどね。で、防衛ではこれどうなんですかね。防衛の時って、まあ、スキルゲージが溜まった武将って一応そのスキルゲージが溜まったまんまの状態になるじゃないですか。で、ただこのリクソンのスキルの使用から言うと、防衛でいてもどん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 その下方圏が溜まっていくということやったら、常にこうスキルゲージが上昇しているような感じに見えるんじゃないかなと思うんですけどね。なんで早めに釣り出して殺しておかないと相当厄介なことになるんじゃないかなと思います。で、逆に守る側としたら、あの施設の真ん中ら辺にねリクソンを置いて、なるべくこうスキルを打たせない状態、60発しっかり貯めれる状態にするというのがポイントになってきそうな気がするんですけども、どうなんだろうね。これリョモを探知するとかいうことになったらえらいことですけどね。こうなったらもうリョモ何もできずに死ぬということになるので、今までの育成計画っていうのが全てパーということになってしまうんで怖いんですけど、さすがにリョモは探知しないんじゃないかなと思うんですけどね。今までの武将通りだとここは思うんですけども、実際まあ探知されたらもうリョモはおしまいだと考えていいんじゃないかなと思いますけどね。で、剣武将っていうのもあって、なかなかね、リョモで殺しきらないかなというところもあるんですけどね、この先行状態になってくれるというのがですね、途中でターゲットが外れてくれそうなのでありがたいかなと思える部分ではありますけどね。いかがだったでしょうか。まだこうプレイ動画っていうのをですね、見てみんことには何とも言えん部分はあるんじゃないかなと思うんですけども、かなり面白い武将が出てきたなと、おそらくここまで見ていただいた方は感じていただいてるんじゃないかなと思いますけどもね。次出た時はしっかりとそのこういった動きをしますよみたいなことをお伝えさせていただいて、で今のところこんな検証しようみたいなのは思いつかないんですけど、またこういう検証してみたいというのを思いついたらですね、やっていきたいかなと思いますので、ぜひご期待いただけたらなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクと、あと、モジャティさんのツイッターのリンクも一緒に概要欄に貼っておきますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。